誰だこんな朝っぱらからせっかくの休みだって言うのに。あ、インターホンの画面には誰も映ってない。いたずらか。誰もいないじゃないか。やっぱりいたずら。ダーン。うわ、先生、朝っぱらから元気だな。で、君は確かひまりの娘のすももちゃん。うい、いかにも。何してるんだよ。春休みで暇だから来た。え？ママが酔っ払った時に畠山先生ほどおもれえおもちゃはねえ、そう言ってたから遊びに来た。ふひまり、あいつ本当に、あいつは昔っから。あー、一学期も疲れた。やっと夏休みだ。なんだ畠山、野球拳しようぜ。この声はひまり。なんで知ってるんだよ俺んち。まあいい、イルスを使おう。ダメだ、畠山先生イルス使ってる。ハルト君、このドア壊しちゃって。おいおいおい、なんか物騒なこと言ってないか。え、でもそれはさすがに。そうだよな、さすがにそんなことをしないよな。ハルト君、畠山先生のあの女か見た。ここで連れ出さなかったら畠山先生はメタボリック症候群一直線だよ。これはね、畠山先生のためを思ってするのよ。メタボボボ症候群、それはまずい。ハルト君、そういうところあるよな。どりゃえ、ほら、やっぱり畠山先生いた。嘘だろ。ほら、野球拳しよ、野球拳。畠山先生ごめんなさい。でも俺たち畠山先生に健康になってほしくて。野球拳で健康になんか。ほら、空き地に行くよ。ハルト君、担いでって。了解。うお、下ろせ下ろせハルト。30分後。うわ正義は必ず勝つ。もう嫁に行けない。畠山先生リベンジしましょう。俺全力で応援しますから。 LINE で呼ばれたから来てみたら、何このカオスな状況。知らない人のふりしといた方がいいな。そうね。よし、この最後の一枚をかけて勝負だ。こんなこともあったな。その後警察に連れて行かれたんだっけ。おい、早く相性分回す。というか、ちょっと待って、すももちゃん、ひまりの許可は取ったのか。ギク、取った。取らないわけがない。だってすももはいい子だから。いや、そのリアクション取ってないだろ。さすがひまりの娘。ちょっと今ひまりに電話する。なあ。たく、もしもし、ひまりか。ごめん畠山先生、今電話どころじゃないの。後でかけ直す。すももちゃんのことだろ。え、なんでそれを。うちにいるからだよ。どうして。俺が聞きたいよ。ごめんなさい。いいよ、ひまりの娘だからしょうがない。びっくりしたけど想定内だ。で、どうすればいい。それが、今私新幹線に乗ってて。え、旦那のゆりが出張中で大事な書類を家に忘れたので、すももと届けに行ってる最中だったんです。ずっとすももと手を繋いでたはずなのに、いつの間にか不気味な人形と入れ替わってたんですよ。すももは忍術変わり身の術を使った。新幹線に乗るより先生と遊ぶ方が楽しそうだと気づいてしまったからだそうです。すももどうしよう、書類は届けなきゃいけないし、すももを迎えに行かなきゃだし。ひまり、いいよ。え、俺がすももちゃん預かっとくよ。いいんですか。ああ、しょうがないだろ。ありがとう、本当にありがとうございます。畠山先生、お土産買ってきますから。おう。ママ、先生の面倒はしっかり見るからな、任せろください。すまま。違う、見てもらうのよ。いい子にしてなさいよ。先生、ママの顔が真っ赤っかだ。熱でもあるのか。すももちゃんのせいだ、すももちゃんのせい。こうして俺はかつての教え子、ひまりの娘、すももちゃんを預かることになった。まあどうせ予定もなかったしいいか。よし先生。なんだすももちゃん。早速公園に野球拳しに行こうぜ。しないよ、また捕まるだろ。やるなら家で。家ならいいのか。ああ、家でもやらないよ。でも暇だな。なあ、腹減った。ご飯作ろうか。なあ、すももはさつき屋のケーキが食べて。
あー、あそこのケーキ美味しいよな。俺も食べたくなっちゃった。じゃあ車で買いに行くか。よ、太っ腹メタボ、年中彼女を募集中。ねえ、ちっとも褒めてないからね。それ、細けえことは気にするな。たく、こうして俺はスモモちゃんと車でケーキを買いに行くことに。なあ先生。なんだよ。これ外から見たら幼女誘拐だろうな。変なこと言うんじゃない。おお、一時停止だ。一時停止ってなんだ。あの標識があるところでは一旦止まらなきゃいけないんだよ。一旦止まって右見て左を見てから発進するんだ。どうしてだ。急に飛び出したら他の車とぶつかっちゃうからだよ。じゃあ先生は止まらん方がいいぞ。どうしてだよ。止まらないことでパン加えた女子高生とぶつかれるかも。出会いのチャンスを無駄にしている。ほら、車から降りて飛び出せ。スモモちゃん、前見てよ。車の通り半端ないから、女子高生とぶつかる前に確実に車とぶつかるから。なあおまわりさん、こいつ怪しい。女子高生とぶつかりたいとか言ってる。あ、おまわりさん、何言ってんのスモモちゃん。ああ、どうも。うわ、びっくりした。本当におまわりさん、女子高生とぶつかりたいんですか。そんなわけないじゃないですか、おまわりさん。それはこの子が勝手に言ってるだけで。まんざらでもない顔してたくせに。こら、ってことで俺たちは行きますね。おまわりさん、失礼します。ちょっと待ってくださいよ。どうかしましたか。いや、どうかしましたかじゃないですよ。あそこの標識見えます。あー、はい、一時停止の標識ですよね。あー、なんだ、わかってるんじゃないですか。わかってて無視したんです。え、一時停止無視したでしょ。いや、してませんよ。ちゃんと止まってたじゃないですか。あのね、私はずっとここで見てたんですよ。あなたが一時停止してるところを見たんですよ。いや、だから止まってます。うい、先生は止まってた。ほら、この子だってそう言ってるじゃないですか。あのね、この子見たところ5歳くらいですよね。こんな幼い子の証言なんて無意味なんですよ。というか、あなたがそう言わせたんじゃないですか。そんなこと。なめんな。スモモが先生の言うことなんか聞くわけねえます。そうだそうだ。で、なんかそれは悲しいな。先生どんまい。まだまだ先生は成長できる。うん、俺頑張る。ってなんかおかしくないか。ってことでほら、免許証見せて。いや、だからちゃんと一時停止したんですって。うっせえな。え、何をするんですか。生意気なあんたが悪いんだろ。あのさ、俺は警察官様なんだぜ。警察官の俺が黒といえば白いものも黒になるんだよ。警察官様は絶対なんだよ。ほう、警察官様は絶対なんだな。そうそう、お嬢ちゃんもよく覚えとけ。警察官様は人の車を蹴っていいんだな。当たり前だろ、何しても許されんだよ。そんなこと許されるわけあるんだよ。本当にあんたは態度悪すぎだな。決めた、態度が悪いから罰金10万円だ。一時停止の罰金で10万円、そんなのおかしいです。あのな、警察官様に逆らったらそんぐらい取られるのは当たり前だろ。警察官様は逆らったやつから10万円もらえるんだな。そういうこった。お嬢ちゃんも警察官様を目指した方がいいぞ。美味しい思いができるからな。ってことで、さっさと10万円払え。そんなの払うわけ。公務執行妨害でしょっぴいてもいいんだぞ。そんなのめちゃくちゃだ。だから言ったろ、めちゃくちゃでもなんでも警察官様が絶対なんだよ。払わねえんならしょっぴくぞ。先生、払っちまえ。え、でもそのお嬢ちゃんの方が利口じゃねえか。スモモに任せろください。スモモ誰だと思ってる。ママの娘ぞ。ひまりの娘。ほら、さっさと払え。そして俺はコンビニでお金を下ろし、10万円をその警察官に渡した。これでいいですか。最初から素直に渡せっつーな。ほら、さっさと行け。お前にもう用はねえ。ああ、また逆らうようなら10万円罰金取るからな。はあ、ほら、さっさと行け。10万円失ったのは痛いな。
ああ、すももちゃんどうしたんだ。警察官のとこに携帯忘れてます。携帯？うい、すももちゃん携帯なんて持ってたっけか。いいから戻ります。ああ、うん。いやあ、儲かっちまったぜ。こんな簡単に10万円手に入るとはな。警察ってやり方次第じゃかなり稼げんじゃねえ。よーし、もう一件ぐらいやってやるか。あったあった。あ、なんだ、さっきのお嬢ちゃんじゃねえか。何してんだ。何でもないます。残念無念さようなら。はあ、携帯はあったか。うい、ほれ。よかったな。って、落ち着けよ。なんで俺の携帯。落としたから。朝ママと電話してからずっとスモモが持ってた。なんでだよ。でも確かに今日携帯を触った記憶がない。とりあえず行くぞサツキヤに。その後作戦を実行する。作戦？おい、忍法拡散の術を使う。何それ。スモモちゃん何をするつもりだ。あそこで10万円を払ったのはスモモちゃんに何か考えがありそうだったから。ほとんど賭けみたいなものだけど、ひまりもこういう時私に任せたまえと突拍子もない方法で解決してきたんだよな。何をするのか少し楽しみ。でも失敗したら俺の10万円が。いや、信じてみよう、教え子の娘よ。その翌日。おい、水本。ああ、大迫部長、見てくださいよ。昨日臨時収入が入って前から欲しかった時計買っちゃったんす。いやー、かっけー。水本、この紙を見ろ。あ、紙？もしかして昇格とか。うわ、何、いいことばっかり続くじゃないですか。ああ、取締り頑張った甲斐があったわ。昇格なわけあるか、よく読め。あ、懲戒免職。なんすかこれ、ドッキリとかすか。ドッキリなわけあるか。なんで俺が懲戒免職に。お前、スモモ様になんてことをしてくれたんだ。スモモ様、誰すかそれ。お前が昨日10万円罰金を取った男と一緒にいた女の子だよ。はあ、あの子は超人気インスタグラマーひまりの娘さんなんだよ。たまにひまりのインスタにも出てきて、スモモ様の愛称で親しまれてるんだ。あのインスタグラマーの。でもそれがどうしたんすか。お前が昨日やったこと、すべてひまりのインスタに上がってるんだ。スモモ様がお前がやったこと一部始終撮影してたんだ。撮影？今大炎上してるぞ。外を見ろ、マスコミが大量に押しかけてる。そんな。お前のせいで警察の信用は地に落ちた。懲戒免職だけじゃなく、お前を詐欺罪で逮捕する方向で動いてるから覚悟するんだな。逮捕？ちょっと待ってください。何かの間違いじゃ。間違いであってくれ。その後、あの警察官は詐欺罪等で逮捕され、俺には警察から謝罪があり、10万円は戻ってきた。車の修理代ももちろんあの警察官から受け取った。あの警察官かなり有名になったことで、この先まともな人生を歩むことは難しいだろうな。なあ、スモモに任せろと言ったろ。スモモ軍の大勝利。いろいろ説明を求めたいんだけど。うえ、まずなんで俺の携帯で動画とか撮れてるの。ひまりのインスタにログインして動画を投稿してるのもおかしくない。ロックかかってたでしょ。それはママが寄った時に先生の携帯の暗証番号は3150だって言ってたから。ひまりのやつ。あとあの携帯を落としたのはわざと。もちろん独り言取れたのはラッキーだった。スモモちゃん、作詞すぎないか。ひまりの娘だから何でもありなのか。なあ先生。なんだ。そういえばママは遅くないか。ああ、そうだな。もうとっくに迎えに来るはずの時間過ぎてるのに。畠山先生、遅くなりました。おい、どっから入ってきたんだ。これには訳が。なぜかマスコミに追われて、悪徳警官を懲らしめた感想をとか求められまくるんです。訳わかんないですよ。一体何がどうなってるの。ひまり、どんまい。ママ、明日があるし明日がある。畠山先生、スモモ、
何か知ってるんじゃないでしょうね。知らない。ああ、スマモは知らんけど、畠山先生が高校時代の復讐だとか言っていろいろやってた。スマモは止めたのに。おい、ちょっとスマモちゃん。畠山先生？違うだ、ひまり。大きく誤解してる。ほれママ、ウイスキー。サンキュー、スマモ。ちょっと待って。それを飲んだら高校時代のひまりが。ママ、拍手せよ。うん。久しぶりだね、畠山先生。さあ、高校時代の青春を一緒に取り戻そうぞ。取り戻そうぞじゃないよ。よし、ここと言ったらやっぱり高校野球。甲子園を目指すために特訓だ。まさか。そう、野球拳行くよ、畠山先生。おい、スモモちゃん頼む、止めてくれ。サツキ屋のケーキおごってやったろ。スモモは10万円取り返してやった。なあ、こうなったママはもうどうにも止まらない。さあ、近所の野球場で野球拳するぞ。嫌だ嫌だ。その後、みんなの期待通り、俺は真っ裸にされ、警察署へと連行された。なんでだよ、なんでこうなるんだよ。というか、昔からじゃんけん強すぎだろ、ひまり。でもこうして教え子と教え子の娘と過ごせるってのも幸せだよな。よし、休み明けも仕事頑張るか。